先日最終戦が終わり、チームが束の間のオフに入ったので、オフシーズンの過ごし方という感じで撮影していこうと思います。とは言っても思いつきで撮ったので、起きてから朝食を取るまでの撮影はしていません。体がなまってしまったり、筋肉量が著しく減ってしまったり、硬くなって可動域が狭くなったりするのが嫌なので、オフシーズンでも定期的に筋トレ、ストレッチは毎日行います。この日は朝6時過ぎに起きて、7時半ぐらいに朝食、そこから少しゆっくりして10時ぐらいからちょっと刺激を入れようかなということで、まずウォーミングアップとしてストレッチをしています。トレーニング前のストレッチは動的ストレッチといって、体を動かして筋肉を刺激し、関節の可動域を広げて柔軟性を高められるような意識をしています。心拍数や体温を上げることができるので、運動前には適したストレッチとなっています。まあとは言ってもこの日はそんなに激しいトレーニングをするつもりがなかったので、そこまで動的ストレッチというわけではないと思います。運動前に可動域を広げて柔軟性を高める理由は、怪我の予防だったり様々な動きをできるようになるためです。皆さんも運動をする前には必ずストレッチをすることをお勧めします。だいたいストレッチにかける時間は練習前後と夜お風呂上がりにするんですけれども、合計で毎日1時間以上は時間をかけていると思います。僕がストレッチで意識していることは、なるべく股関節や腸腰筋、あとは梨状筋をしっかり伸ばすようにしています。また膝があまり良くないので、足首や膝の関節を必ず伸ばしたりほぐすようにしています。もちろんいろいろな動きをするためには体のどの部位も大事なので、まずはいろいろな場所の可動域を広げる、そして動きを体に覚えさせてあげるのが大事かなと思います。中学生の頃ぐらいからは毎日ストレッチをするのが習慣になっていますが、今ストレッチをするのと若い頃小さい頃にストレッチをするのでは明らかに伸びは違いますし、子供の頃から柔軟性を高めたり体の連動性を高めてあげる、またいろいろな動きをできるようになっていると、将来どのスポーツをするにせよ役に立ってくるんじゃないかなと思います。僕も小さい頃にもっといろいろなことに目を向けて取り組めばよかったなと思っています。はい、ということでストレッチが終わったので体幹に刺激を入れつつ、下半身メインでこの日は刺激を入れました。ちなみにこちらの動画4倍速になっているので、なんだか動きがめちゃくちゃ速く見えますよね。こちらはゴムチューブを使って腸腰筋やお尻に刺激を入れています。ゴムチューブは手軽に買うことができますし、とってもいいトレーニング用具なので1本ぐらいは皆さん持っててもいいのかなと思います。続いてはケトルベルを使って下半身に刺激を入れていきます。やっぱりゴールキーパーってジャンプ力だったり瞬発力が求められるので、下半身のトレーニングは欠かすことができません。ハムストリングやふくらはぎ、股関節、足首、さまざまな場所に刺激を入れるようにしています。筋トレも毎日やればいいわけではなくて、回復するまでの時間も設けてあげないといけません。なので日によって鍛える部位を変えてあげることがいいかもしれません。ちなみにこちらのケトルベル、最大で18キロの重量で重さを変えることができるのでとっても便利です。いろいろな活用方法があります。重りを持ってジャンプして、そして最後に振り上げをしています。こちらは連動性とジャンプする際の爆発力を鍛えるトレーニング、これは結構取り入れているトレーニングです。ちなみに 0.5 倍速でするとこんな感じです。イメージつきますかね。もちろん競技やポジションによっても全然トレーニング方法は違うと思います。最後は先ほどのトレーニングを10キロの重りを持って刺激を入れて、下半身のトレーニングは終了です。量的にこの日は全然少なかったですね。最後はディップスティックを使って上半身に刺激を入れました。ということで筋トレも終わり、一旦外に行きます。軽く筋トレましたので、これから 2,30 分走ってこようと思います。それでは行ってきます。そして帰ってきてプロテイン、タンパク質の摂取はとっても重要なことです。他にも数種類サプリメントを飲んでいます。そしてシャワーを浴びてお昼ご飯作り、こちらは白髪ネギを作っています。カットしたら水にさらして辛みを抜いておきます。この日は前日に作った豚チャーシューや他にもたくさんの作り置きがあったので、基本的に並べるだけで完成するお昼ご飯になりました。ちなみにこのチャーシューと一緒につけていた半熟煮卵、とっても美味しそうじゃないですかね。仕上げに白髪ネギと糸唐辛子を乗せて完成しました。続いてはサバを焼いていきます。サバの調理ってめんどくさいって思われる方いらっしゃるかもしれませんが、魚焼きグリルを使えば簡単に作ることができます。本当はもう少し丁寧に作りたかったんですけれども、この日はちょっと面倒だったので下処理でだいぶ手抜きをしています。よくインスタグラムや TikTok などで僕が食べているメニューのレシピを公開しているのですが、皆さんは僕のレシピでどれが好きとかありますか？よければコメント欄にコメントください。そしてこんな感じで作り置きをどんどん並べていきます。並べるだけなんですけれども、しっかりと器に盛り付けることで見た目も楽しく、そして食べた量を把握することができるので体重管理やコンディション管理もしやすくなると思います。そしてこのお気に入りのピンクの器に笹の葉を敷いてサバを盛り付けていきます。笹の葉があるだけでとっても美味しそうに見えますよね。Amazon で購入しているのですが、本当におすすめです。焼き魚の他には卵焼きの下に敷いたりしています。はい、ということで完成しました。こんな感じです。なるべく高タンパクで低脂質を意識しています。オフシーズンは運動量が落ちてエネルギー消費量が減るので、
炭水化物は少し減らすようにしていますが、それ以外はしっかり食べるようにしています。そして食べ終わったらすぐに洗い物をします。僕は洗い物が大嫌いで、溜めてしまったら絶対やりたくなくなるということを分かっているので、食べたらすぐにやると自分の中で決めています。これイフゼンプランニングっていう方法で、もし何々したら何々をすると自分ルールを決めておくことでスムーズに行動に移すことができます。洗い物が終わったら軽くシンクの掃除をして、水切りネットを変えたら洗い物が終了です。そして少しゆっくりしてカフェで画像編集だったり動画編集をするために移動します。牛乳はあまり取らないので、最近はオーツミルクラテを頼むことが多いです。そして帰って夜ご飯、チームメイトの野沢陸選手が出てってくれました。そして帰ってきてお風呂に入ってストレッチ。この日はここまでしか動画を回していませんが、先ほどご飯に行った3人とインスタライブをする予定だったので、先にやることを終わらせてしまいます。結構選手とインスタライブしたら皆さんからの反響が良かったので、もししてほしい企画などがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。こんな感じで毎晩お風呂を上がってからはゆっくりストレッチをしています。この時間は好きな音楽を聴いたり YouTube を見たり、自分の中で一番好きな時間かもしれません。ストレッチとってもおすすめしているんですけれども、中にはストレッチなんてめんどくさいって思われる方もいらっしゃるかもしれません。僕もとってもめんどくさがり屋なので、その気持ちもすごくわかります。ただ習慣化することによって嫌な行動も継続できるようになります。僕も昔はストレッチめんどくさいなって思っていたんですけれども、今はやらなければ気持ち悪くていても立ってもいられなくなります。お風呂だったり歯磨きも気持ち悪いって思うと思いますが、それは習慣化しその行動を当たり前にしているからです。ストレッチだったり嫌なことめんどくさいこともこのレベルまで習慣化してしまえばこっちのものです。悪いこともいいことも継続すればそれが習慣になる。であれば悪い習慣を改善し、いいことを継続し習慣にしてしまえばとってもいい人生になるんじゃないかなと僕はいつも思っています。もちろんすぐに継続しろって言われてもできないと思うので、まずは嫌なことを楽しむ努力をする。僕の場合は嫌なことをするときに制限時間を決めて、その時間内で終わるかゲーム感覚で試してみたり、あとは料理が嫌いなんですけれども器だったり調理器具が好きなので、自分の好きな器だったり調理器具を揃えたりしてみました。あとはキッチンを自分の好きな空間に DIY することによって、とても居心地が良く自然とキッチンに向かいたくなるような空間になりました。ということで話がだいぶ逸れてしまったんですけれども、この日の僕の一日はこんな感じです。日によって全然違うんですけれども、毎日一つでも新しいことを始めたり、少しでも学びのある一日を送るようにしています。どんな形であれ自分自身が成長している感覚ってとっても大きな喜びだと思いますし、自分の人生が少しでも充実したものになるように日々考えて過ごすようにしています。これからもこんな風にルーティン動画だったり、僕の考えを発信する場にしたり、料理動画など様々なことを発信していこうと思います。何が皆さんにとって需要があるのかまだ分かりませんが、これからもたくさん動画をアップしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。